はい、直樹です。今日はワークショップ受けていただいてありがとうございました。今日は、また撮影型のシューティングのワークショップということで、普段のレッスンではなかなか感じれないカメラで撮られながら踊るっていう環境で、多分僕もだしみんなも緊張して、でもなんかすごいいい感覚で、普段にはない感覚で踊れたので、多分みんなもすごい新しい新鮮な気持ちで楽しんでもらえたかなと思います。で、普段のレッスンも、ああいう形で結構テクニック的なものもいっぱいやってるので、みんなでワーキャー叫びながら、僕もいっぱい叫びながら楽しくやってるので、普段のレッスンもぜひ来てください。またお会いしましょう。ありがとうございました。